という特徴があります。ちなみにこの出っ張り、人間でいう耳たぶのような役割をしているんですね。さあ皆さん、見つけられましたでしょうか。人間の耳というのはずっと尖ったお鼻、この耳つなげばかりですからね。皆さん、ぜひチャレンジしてくださいね。もうちょっと、もうちょっと、もうyou